加瀬進弘氏は、朝日放送テレビの総合編成局アナウンス部長。東京都出身。東京都立駒場高等学校、早稲田大学小学部を卒業し、1987年にアナウンサーとして入社。同期に、宮根誠司がいる。スポーツ実況穴として、近鉄バファローズ戦を中心に、野球、ラグビー、バレーボール、駅伝などを担当。 2001年の近鉄優勝決定試合では、テレビ地上波の実況を務めた。その他にはテレビ朝日系列全国ネット番組、土曜だエブリバディ、テレビ番組、おはよう朝日です、ラジオ番組、近鉄バファローズアワーに出演した。2005年4月より、スカイエーに出向し、主にプロ野球実況で活躍していたが、2006年からは、ゴルフ中継、全部見せます。 ゴルフシリーズのプロデュースなどを担当。2010年11月に出向を終了。朝日放送に戻った。2015年9月にアナウンス部へ復帰してからは部内の管理業務に事実上専念。全任のアナウンス部長、岡本昇が担当していたテレビ番組、マンスリー ABC も後輩アナウンサーの橋詰優子が引き継いでいる。ただし、ラジオ番組では、 2017年8月6日の日曜スペシャル内で放送された元倉同窓会鈴鹿八代40周年記念 SP 大人の,のサーキット遊びに出演全国高校野球選手権大会中継の期間中などアナウンス部所属のアナウンサーが復定する時期にテレビやラジオの提示ニュースを担当することもあるスカイエースポーツ全部見せますゴルフ通信ありがとうございます